Toji's Channel。 今日の舞台は苫小牧市有仏の民宿も兼ねた人気の食堂おふくろの味さん。コスパ最高、ボリューム満点の定食を求めて、開店前から駐車場で待つお客さんで日々にぎわいを見せてます。今日も開店15分前ですが、すでに8人のお客さんが待ってました。お目当てのザンギ定食が楽しみです。いただきます。No.
Good job. If you like it, please subscribe to the channel.